よし、弾道打ち縛りやっていきますか。もう19年目らしい。未だに最下位ですが、留学生が31日で帰ってくるんで、とりあえず留学生が帰ってくるまで行きましょうか。約1ヶ月。4末ぐらいかな、帰ってくるのは。誰を留学させてたかも覚えてませんが、まあ1ヶ月間は様子見でね。あんまり入れ替えないで、でもこの1ヶ月でも修正してる可能性もあるからね。ちょっとやっぱり入れ替えながらやっていった方がいいね。ピッチャー11点だーい。7点台。抑え、溝田はようやってんのか。草薙もう終わったな。完全に衰えた気がする。対左用で残してもいいけど、言うてそこまでする余裕がうちにはないと。ファーストいない問題なんだよな。安藤 DH にして、尾藤を米山が打たんので、対左要員で長岡、梶山、留学生は氷川と添田か。先発と中継ぎ。あと12日、25日に帰ってくるのか。今現在5位。そうそう簡単に最下位になりそうな感じでもないね。トレード依頼いらないな、そう思った今。で、報告設定で、トレード依頼って何？これか。トレード報告いらない。スカウトの方が一応いる。ファンの人数もいらないね。あ、帰ってきたんか。留学生が帰ってきました。いいや、強い。沼尻がちょっとあれか。それだ、やば。まだ 0.00、 えぐい。溝田がえぐいことになってる。159キロまだ打たれておりません。ビハインド、中継ぎエースビハインド、接戦時ビハインド、添田が案外打たれる可能性もあるんだよね。中継ぎなんで能力値高くても打たれるからな。能力値低くても抑える場合もあるし。坂田が2週間の怪我。原山行くか。こいつもなかなかえぐいな。高速スライダーがえぐい。伸びはないけど、ストレートの伸びは全くない。災害落ちてきたが、本当にうち春はね、そこそこ頑張ってんだよ。
安藤が、打ってないね。じゃあ村瀬行くか。村瀬一軍にあげます。北爪もちょっとあれだけど、お、橋爪打ってんじゃん。篠が今年調子悪いな。別所あげてみっか。じゃあ打たんの。福森行くか。じゃあとりあえず村瀬スタメンで使いたい。セカンド、足詰めショートで使って、ファーストがマジでいねえな。ファーストが、ファースト梶山行くか。本当は対左だけで使いたいんだけど、どう、まあしょうがないね。サードもいねえな。田畑もっかあげるか。井端とか使ってみるよ、若いやつら思い切って。小湊は27、早熟ね。高浜あげるか。藤倉はセカンドはそんなに守れない。まあ、じゃあ思い切ってファースト井端へあげてみるか。高浜サードで使って、井端もどっかでもしかしたら使うかもしんない。まあ、こんな感じでやっていって、とりあえずシーズン終了までやるか。おそらくクライマックスシーズンは厳しいでしょう。5位6位争いをしてると思う。シーズン終了までいきました。ミートがレベル3からレベル1まで落ちたね、1年間で。で28ゲーム差つけられて最下位と。ちょっと落ちたね、この辺。まあ、この辺ら辺はね、4割5分、初めて4割いったのがいきなり4割5分4割3分4割1分と4割キープしてたんですが、ここに来て去年2割くんまで下がったけど、まあでも盛り返したんか。一応去年よりはまだ盛り返したから、まあまあまあ、まだ伸びしろはあるんじゃないか。ピッチャー陣をやっぱり鍛えないといけないね。 3.45 じゃダメだわ。最低1位じゃないとピッチャーは。2点台だわ。防御率2点台目指します。野手が最下位なのはしょうがない。野手が最下位ならもうしょうがないんだ。ピッチャーを1位にするしかねえ。笹原をみんな6人作ります。先発全員笹原計画。まあ、やる気も頑張ってる。 2.67、 3.15、 3.17、 やっぱ2点台だな。先発はだ、到底だ、え、投高打低なんで、この世界はもう2点台じゃないと話になんねえ。中継ぎ川本ルーキー頑張りましたと。磯田も中継ぎが同じ 1.99、溝田は 2.39 と、まあそこまでだね。言うて微妙。沼尻5点台、姉妹3点台ダメなんだ。1点台前半は素晴らしい。
1点台いいよ。1点台いいね。オールドルーキー156キロ、1年間、まさかの27歳が、27歳のオールドルーキーが1年間で、球速が8キロ曲がってるだと。どういうこと？すごい、急にパワーピッチャーになったな。特に速い球がない。コントロールも良くない。変化球も2球種の選手が変化球も覚えてコントロールも良くなって球速も上がったと。打っては藤井、打線がやっぱ弱いな今年は。藤倉、久保、3割だって 1人だもんね。うちが良かった時3割6人ぐらいいたもんな。逆に3割こんだけしかいないのにこの順位ってことは、もっと3割を増やせばもっと上に上がれる。藤倉は29でしょ、28、26、29。結構ピークだな。26。万世、24。なんでそんなみんな両打ちの素質があるの？両打ちにの素質があるのは、両打ちにしたら能力上がったりするのかな？橋爪なんだかんだ2割8分打ってんね。波が激しいんよな。4割打ったり、2割2分打ったりみたいな。31歳ですよ、もう。梶山はベテランながら頑張ってくれてる。2割8分8厘。まあ打線だわ。もうある程度衰えてる選手クビにしていかないといけないね、野手。人が結構パンパンちゃパンパンになってきてるからな。あと FA 流出が怖え。あ、笹原ベストナイン。笹原ベストナインゴールデングラブ。新庄鎌本。最短な久保。笹原最多勝、小最終防御率最多奪三振。沢村賞はなしと。最多勝取って最終防御率取って最多奪三振取ってたのに、なんで沢村賞取れなかったんだろう。投手三冠取ったのにね。よし、 FA 流出いないのこと久々じゃない？ FA 流出いないのってなると、やっとまた戦える人材育成ができてきているんじゃないか。戦えるようになってきた大野、まあ、コーチは広田でいっか。いや、鶴岡大工コーチめっちゃ有能だよね。アベレージヒターチャンスアップ。59人でしょ。そこそこ人も増えてきたし、まだチーム内ナイツでいるのかな。あ、もう引退してるチーム内ナイツは。固め打ち逆境。なんだかんだ、両打ちの素質があるし、こいつも。君と、ID 野球。引退だな。チームは100。お前まだやってくれ。てかタイピン A、タイ左、教えてくれるようになってくれ。吉本でもチャンビーだしね。こいつもチャンス持ってる。花田はもう引退だな。梶山もようやっとるよ。ああ、もう対左がなかったら引退だわ。ああ、一応こいつもチャンス B 持ってるしね。もうあれだね、チーム Y 少ないやつあんまいないな。でも単純にもう能力がないやつはクビにしていきます。特能もなければ能力もない、年も取っている。そういう選手はクビにしていくしかねえ。33。一応得能あるのか。35。リリース丸、晩成の、晩成で能力落とるの早くね？ 35 で。あ、宮越コーチの素質からだって。A だ。宮越コーチにしようか。奪三振緩急。得能は良くないけども。ピッチャーがだいぶ少ないな。スピードタイプ、早熟能力、ピーク迎えている。小湊厳しいね。万世、梅田、30はもう厳しいでしょ。米山も29か。
人も27、早熟。下爪は普通か。足早いやつは早熟のイメージがあったけど、意外とそうでもないと。初めて1億円いったんじゃない、うちのチームで。笹原1億円プレイヤー。大学留学させる。まあもちろん覚えるのは威圧感でしょ。弾道はないけど威圧感はあるみたいな。で、宮越がコーチ。宮越タイピンチだが覚えてたらね、めちゃめちゃいいコーチになったんですが、まあいいでしょう。AA は普通に強いからね。ってなったらやっぱ安倍日持ってる AA のやつはめちゃめちゃ有能だな。うちの生え抜きスタッフ陣、鶴岡宮越は生え抜きです。ドラフトですね。誰取る？特にめちゃめちゃ素晴らしいドラ1候補がいるわけでもないと。ああ、牧。でもな、中継ぎなんだよね。今必要なのはどちらかといえば先発か。ピッチャーが普通に少ないよね、数。23人だもんな。まあでも中継ぎはな、今年も微妙。なんかズバ抜けた先発が一人欲しいんだよな。いやー、弾道4。逆に弾道4縛りもいいかもね。弾道4縛りだとピッチャーがいないんだけど。弾道1。野手はね、今結構人取ってるからな。数はいるんだよ。強いかは置いといて。ピッチャーは単純に数がいない。ってなると、まあ、ピッチャー中心のドラフトにはなってくるよな。浜田行くか。やっぱ先発だ。やっぱ必要なのは先発です。牧は何球団？牧は3球団か。まあ、一本釣り。いやー、伊賀とかもね、27歳か。結構いってんだな。あー。萩谷、小木谷かな。千中できる牧野。両方高いレベルでできるっていうのは、なかなかいいよね。それならのショートになんかいいのいなかったっけ、ドライチ。あ、こいつ C の行くわ、 C の。なかなかいい選手、 C の。高卒、社会人。牧野行くか。牧野取ってあれ残ってないかな、あいつ、街道。あ、萩谷残ってる。で、この辺で野手。ファースト、サード系が少ないんか。まあ、その辺はコンバートしてもいいけどね。ちょうどファースト、サードがいた。だから能力が絶望的。あー、ファースト、サード、日原。キャッチャー、雲野。そういえばあれだね。この前の契約公開で弾道1チェックをしてなかったんで、後でしよう。もしかしたら弾道2に上がってるやつがいるかもしんねえからね。そういうやつがいたら即刻解雇です。2軍に幽閉して解雇。普通に150キロ投げるね、選手が残ってんでね、シュートえぐいんだよな。27がね、年齢がさすがにちょっと、もうちょい若ければ取ったんだけど、151キロ中継ぎ。
まあ三田村取るか。開始名なら全然悪くない。28人ピッチャー、まあ大体それぐらいんじゃない。30-30ぐらいがちょうどいいんだ。33-33ぐらいの選手がいたらちょうどいいのかな。まあ半々の35-35でもいいんですが、まずはじゃあ弾道チェックからしていこうか。潜在能力データじゃなくて選手データ。あれ選手一覧で能力って見れなかったっけ。あ、これだ、弾道1。はい、弾道1。じゃあドラフト取った選手見ていきましょうか。ドラフト1、浜田。タイピン F、クイック F か。C の背番号3番、ヘッドスライディング。牧野、脱三振、緩急丸。小木谷、萩谷。谷じゃなかった、萩谷。日原、運のハイボールヒッター。三田村、伸びないのか。対左と伸びは、タイピンがないのか。こいつなんて読むんだろう。柳。まあ、野手は基本的に新戦力で即戦力なんていうのはありえないんで、もう戦力を底上げしていくしかね。まだ若い選手ね、増えてきたからね。一時期レギュラー張ってた選手が衰えて、今新しい世代交代のちょうど時期で、若い選手を、ちょうどね、いい感じに出てきてるから、若い選手が。彼らが衰える前に、やっぱ優勝してきたよな。山本由伸、1.54、首。このシステム変えてほしいよな、来年のパワープロは。圧倒的な成績残すピッチャーがクビになるシステムやめてほしいよな。まあ、こちらとしてはありがたいんだけどね。あ、めちゃくちゃいい選手が取れるから。あ、意外と金がね、意外とちょっとドラフトに金使いすぎたの。留学はなしで今年は。機材買いたいからな。あ、意外と金がねえと。キャンプ終わりました。三田村スローカーブー覚えたと。野手は結構上り調子だから結構あれなんだよね。いい感じの世代が、若い世代が数多くいる。だから野手ドラフトしまくってたからな。その結果あと 2,3 年後に出てきてくれたらありがたいんですが、ピッチャー陣はなんか少なくね、ピッチャー。笹原や、やぬき、柳原、氷川、先発誰が行くか。二部行くか。徳能はあるし。で、まあ、沼尻もとりあえず行くでしょ、序盤は。で、中継ぎに別府、奥村。投手こんだけど、とりあえず野手増やすか、今。野手の数増やそうか。まあ、能力高いやつを基本的に一軍には上げたいから。別所下げて、セカンドがいないんだよな。足詰めか別所かしかいないか、セカンドが。藤倉セカンド鍛えるか。高浜変えてセカンド上げるか。寺澤上げるか。高浜去年頑張ったんだけどね。去年ショートで頑張った高浜を干すか。
久保翔と北爪、久保、篠、平井、別所、別所じゃない、藤倉、田畑、DH で誰使う？青柳行くか。で、対左陣に長岡、梶山はサードで使うか、ファーストで使うか、ファーストだな。ファースト草柳にして、梶山外野で使うか。で、橋爪セカンド。シノも休ませたいな。でも去年シノそんなレギュラーじゃなかったしね。今年はじゃあシノにちょっと頑張って守備してもらえますか。とりあえずあんな感じのオーダーで今年はやっていきたいと思います。あれ抑え誰がやってる？抑えうち今年抑え誰？まさかお前が諸角が抑えか。抑え誰やる？正直日替わりでいいんだよな。去年一番頑張った中継ぎは鎌本だから、じゃあ鎌本に抑えやらしてみよう。溝浦はねそんなに良くなかった。まあ、本当は能力的に言えば添田なんだけど、添田はね中継ぎしかできないんだ。あの昔巨人にいた山口みたいな感じだな。左投げの育成出身の抑えにすると打たれると。中継ぎが向いているんでしょう。彼は中継ぎで朝覚えホールドポイントの日本記録、シーズンホールドポイント日本記録抜いてもらいます。それじゃあ終わりましょう。バイバイ、さよなら。